女の子にはルールがある。え、ちょ、これルール違反。毎回場は抜きで決める方がおかしいでしょ。うんうんうん、やったー、はい、上がり。はい、じゃあ凪さんアイス。こっちでーす。えーね、もう一回やりませんか。えーね、ちょっと。こっちでーす。これはくだらなくて最高な私たちのルールの物語。ルール1。そうだ、今日の一枚いきますか。お、よいしょ、いきます。ワン、ツー、スリー、スリー、ツー、ワン。よし、はい、掛け OK。 井上 OK。 遠藤も OK。 あ、一ノ瀬ダメです、漏れてません。はい、次。はい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 、せーの。はい、掛けイケメン井上、安定してます。粘土いいです、いい感じ。いやー、はい、もう一回。はいはい。4人で写真を撮るときは全員漏れるまで撮ること。もうちょっとこれは違くない？確かに。 確かに。ルール2、した。もうそんなに落ち込むことないですってって言いつつ、そのお顔も可愛いです。バカにしてるでしょ。心臓に悪い。いやいや、でもむしろ人間味あってキュンです。それ励ましてない。え、誰かが落ち込んだら全力で励ますこと。ルール3、大好きだよ。私の方が好き。何これ。ふざけるときは思いっきりふざけること。噂になってもいいよ。あれ、さくらさん、照れてます？照れてないって。取らないね。かわいい。そういえば、ナギは誰と付き合いたいの？え？うん、え、もちろん、さくらさん一択です。何それ。でも、さくちゃんは私のだもんね。え？え？さくちゃん！待って待って待って、どうする？この後。どうしよっかね。みんなでカラオケ行かない？おお、ね、カラオケ行きたいです。ね、ナギはどうする？え、行くよね、ナギも。あ、うん、だよね。どうしたの？なんかあった？実は好きな人ができました。それマジ？うん。なんだよ、水臭いじゃん、ナギ。え、忘れたの？私たちのルール。でもなかなか言い出すタイミング見失っちゃって。私から告白ってありですかね？ありでしょ。わかんないけど。うん、全然ありだと思う。わかんないけど。意外にあり。わかんないけど。もうみんなわかんないじゃないですか。てか、いつから？いつから好きだったの？いつからだろう。え、教えて。じゃあ行ってきます。よし、頑張れ。こっちまで緊張。
ていうかさ、リアクションどうする？とりあえず OK だった時は全力でお祝いだよね。そうですね、全力で。じゃあもしだけど、万が一だけど、そうじゃなかった時は全力で励ます。で、それはちょっとテンション的に違う感じだったら、ちょっとずつ合わせていく感じで、急にじゃないよ、急じゃなくて、こうちょっとずつこうテンションこういう感じで上げて。お、どうだった？ダメでした的な。いや、まあでも気持ち伝えられてすっきりしたし、本当に、うん、だからとりあえずパートカラオケでも行きませんか？盛り上がる曲縛りで。いや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 、本当に違くて。違うです違うです、ごめんなさい。いや本当に全然そっちじゃないんです。だって絶対強がってるじゃん。本当に全然そっちじゃないんです。そっちじゃないんですけど、やっぱそっちじゃん。そっちじゃなかったの。でもみんながねえ、さっきからそっちってどっち？これにするんですか？うん、可愛いからしたこれ全然漏れてないんじゃないですか？嘘。ね、私はこれでもね、可愛いよね、うん、これが私たちのガールズルール。